はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は2021年2月のプラグインアライアンスのキャンペーンでゲットしたブレインワークスのパン EQ という面白いコライダーを簡易実験します。今日のところはまずワンポイントに絞って、桶の中にあるハイハットが聞こえにくいこの桶を強めにしてしまおうという実験です。ちょっと元の音を聞いてください。7時12分の電車に飛び乗り、いつものカフェ、いつもの朝食。別に悪いわけではないですけれども、このハイハットをパン EQ で上げてみたいと思います。少しちょっとボリュームは下げておきます。いつものカフェ、いつもの朝食。デキパキ片付ける、修行時間はできる女をただ演じてるだけ。このボタンを押すとソロにすることができます。ここでハイハットの領域を探します。オケだけにしました。ハイハットとライドが聞こえるぐらいここに合わせました。この領域を上げていきます。まあ、ここぐらいまででしょうけど、もっと上げます。はい、すごく上がりましたね。これだけなら何もイコライダーでやればいいんですけれども、ここの部分だけをパンを振ってみます。もう少し僕の場合は左にやりたいと思っています。あえて反対にも振ってみます。はい、どうでしたでしょうか。イコライザーをかけながらその部分だけをパンを自由に触れるというこの面白いソフトウェア、次回はもっと詳しく3つのポイントがいじれますので、その辺のところを解説したいと思います。ご視聴ありがとうございました。村長でした。